人混み避けたりとか、ね、デートもあんまり行かないようにしてたりとか。あ、行かないように。そう、ツイッターですね。ツイッターで恋愛、ツイッター、TikTok、インスタグラム、TikTok、インスタグラム、インスタ。外国人さんだって、うん、ボタちゃん、そうそう、隣に。Hey guys and girls on Ash Japanese, it's Kathy Cat. Welcome to Tokyo. And today we're going to talk about love, finding a lover and dating during the pandemic. How was that here in Japan? Let's find out from the Japanese people that we interviewed on the streets of Tokyo. Also, big, big, massive shout out to our members. Thank you so much for the extra support. It really matters to us. And if you would like to become one of our members, we just changed the system. So there's more stuff for everyone coming in our membership tier now. Thank you so much. And let's go and head over to the interview. Don't forget to subscribe. 今のそのコロナの生活の中では恋愛と出会いが難しくなったんですか？最近彼氏ができました。コロナの中でもできてるんですね。そうですね、一応今大学通ってて、その大学でそのコロナ禍の中でもやっぱ小規模でライブやったりとかしてて、その軽音サークルの中でお付き合いしました。じゃあコロナの中でも出会いがあるってことですか？一応あります、一応。頑張ればこれぐらい頑張ったんですか？いや、もう全身っていうか、もうグイグイ行くしかないと思って、向こうが結構あんまり来ない人だったんで、なんかどこ遊びに行こうよとか。おー、じゃあ逆にあのちょっとなんていうかシャイな形を自分で頑張るしかない。そうですね、はい。コロナだからこそ恋愛で気を使ったこととかあるんですか？恋愛で気を使ったこと、なんだろう、向こうがコロナかかっちゃったことがあって、やっぱそれで人一倍なんかコロナ気をつけてるっていうのがあったので、やっぱりなんか人混み避けたりとか、ね、デートもあんまり行かないようにしてたりとか。あ、行かないように。そうですね、もう行かないようにしてたりとか、まあ、そもそも大学で会えたりするので、まあ、その講義があの一緒の被ったりとかするときに、なんかちょっとその後放課後ちょっと会って喋ろうとか、まあ、そんな感じですね。なんか、まあ、そう、接触を避けたりとかはしてましたね、ひどい時は。はい。あ、じゃあ結構やっぱりカップルでも気を使う感じですね。そうですね、人によるとは思うんですけど、やっぱ一回向こうがかかってるんで、人一倍敏感なので、やっぱり私がそこまでしなくてもいいんじゃないって思うことを、やっぱ彼は、いやでもそこまでしないとかかっちゃうからみたいな感じで、一応そういう場面を避けてたりとかはしてます。あ、じゃあ彼が結構厳しくなった、それで。そうですね、はい、まあ、そのおかげで守られてる感じはあります。デートを少なくしようみたいなのは向こうから言ってきたので、やっぱそのどうしてもデートスポットとかだと人が多かったりとか、やっぱコロナ禍でも集まっちゃうところは集まっちゃうので、やっぱそういうところは避けようとか、大学も人が多いので、なんか放課後なんか人が多いところで集まったりとかしないで、向こうがバイク乗ってるんですけど、その駐輪場とかで会うとか、そういう風になるべく避けて行動してたりとかはします。あ、じゃあ駐輪場ローマンスみたいな感じですか？なんかもうそこのバイクの前で待ち合わせみたいな感じで、そこで喋ったりとかはしてました。あ、なるべく外って感じですね。そうですね、はい。で今かあの緊急宣言が終わった時から何か変わりました？あ、でも結構変わりましたね。なんかそのやっぱ人混みに行くようにはなってないんですけど、積極的に行くっていうよりかは、まあだんだんデート回数増やしてたりとか、まあ、その大学の普通の場所でも会えるようになったりとかはできるようになりましたね。で、その規制されてるところから通常のカップルに戻ってきてるかなとは思ってます。おー、じゃあ初めて通常のカップルの出会いができたんですね。そうです、今初めて普通に慣れてます。だから、あ、どんな気持ちですか？いや、もう幸せですね。幸せでしかない。いや、もうやっぱ普通に接触できるっていうか、なんかその普通に話せる、接することができるって、あ、こんなにすごい幸せなんだなっていう。それこそこの子とも全然会えてなくて、コロナで。だからやっと緊急事態宣言解除されてようやく会えたので、それもすごい嬉しい。気になるのはコロナの中の高校生活どうだったんですか？はい、人によってなんか登校の時間が変わってたりとか、時差登校っていうのがあって、分かれてるんですよ、クラスごとで。それが分かれちゃうから、なんか会えない子とかいて、なんかそれがちょっと寂しいなって。友達と登下校もできないから、なんか放課後アイス食べに行こうとかっていうのが全部できなくなっちゃって、それが寂しかったなってなる。そのまま卒業しちゃったんで、悔いは残るなと思いながら卒業しました。恋愛でコロナだから恋愛しないとか、コロナだからハグしない、キスしないみたいな言って
ってる人は見たことないかな、うん、なんならでもコロナ禍で SNS 上のやり取りが多いから、なんかそこでカップルできたりとかっていう話はよく聞きます。例えばどんな SNS で恋愛が、インスタとか、そのあれと思います、なんか知らなかった、なんかそのやっぱコロナでその会えないからみんなインスタで友達作るんですよ、なんか新学期とか、だからインスタでなんか同じ大学ですって言ってて、同じ大学なんですかで DM で喋ってで電話とかしてみちゃったりして付き合おうとかっていうのをよく聞きます。私は違ったけど、でも周りが結構そういう子たちが多いかなっていう。意外、インスタグラムはラブラブスポットでした。コロナの中で自分の生活どう変わりました？生活、あ、規則正しくなりましたよ。世の中が、日本の場合はやっぱり夜中までやっぱりお店もあるし仕事もあるけれども、コロナ禍になって夜中に活動するっていうことが世の中がすごく少なくなったから、自分もそうなんですけど、基本的に夜中に出歩くことがなくなった。前は結構なんか、うん、出歩きますね。だからそのやっぱり普通に飲みに行ったりもそうだし、何かある活動する中でやっぱそういうこともあったし、イベントもあったんだけれども、そういうのもなくなったから、結局自分のそのリズムが、生活リズムが前倒しになって規則正しくなりました。健康になったりとかしてたんですか？健康にもなりましたね。お、あ、なったかどうかは分かんないんですけど、毎日お酒を飲んだりとか、そう、例えば晩酌をしたりとかっていうのもよくはしていたんですけど、それもすることはなくなりましたね。緊急宣言が開いた時からは戻りました？それともまだ健康な感じで続いてますか？これは継続したいなと思ってて、お、特に毎日お酒を飲む必要ってないじゃんっていうことにも気づいたし、お酒飲むのは好きなんですけど、その時だけでいいじゃんっていう風になったし、だそういう部分ではちょっと健康にはな、健康というか変わったのかな。結構プラスじゃないですか。いいことですね。私今バーで働いてるんですけど、やっぱなんかコロナ禍になってお客さんがすごい減って大変になりましたね、お店が。一番苦労してたのは何ですか？なんかやっぱりその客引きとかをしてないお店なので、SNS で宣伝とかしないとお客さんが来ないっていうのもあって、本当やって工夫、いろんな工夫をしてお客さんを呼ぶようにいろいろ考えたりとかを。あ、じゃあ本当に頑張らなくちゃいけなかったってことですね。そうですね。プラスなこともありましたか？プラスなこと、やっぱりその帰るのがその分早くなったので、なんかその分家でできることも増えたかなっていう感じです。コロナの中に出会いか恋愛とか友達とか難しくなりました？僕の周りではあんまりそういったところはあんまり聞かないですけどね、聞かないけど、まあ、もしかしたら影響ある人もいるかもしれないですよね。だから結局はイベントがなくなってできなくてとか、夜中のバーにも行くこともできないとかあれば、やっぱそういうところも出会いの場だったりもすると思うんで、まあ少なくなった可能性は何にしもあらず、でもなんかもしかしたらその代わりその出会い系のアプリとかはめちゃめちゃ使用頻度が高くなった感じもしますけどね。あ、分かるんですけど、チャンスは私に出会ったらチャンスはアプリですかね。そういうことですね。友達がその今のコロナの2年の間に恋愛できてる人いました？あー、でもやっぱりアプリで出会ってたかもしれないの。え、日本人なんか友達とかよく使ってるアプリはどれなんですか？インスタとかフェイスブックとか。あ、日本は多分フェイスブックの文化ないんで、ツイッター、僕は多分ないと思うんですけど、まあ、ツイッターじゃない、ツイッターですね。ツイッターで出ない？ツイッター、TikTok、インスタグラム、TikTok、インスタグラム、インスタ、インスタグラム、インスタグラムよく聞くかな。ああ、確かにインスタはよく、うん、え、インスタ恋愛って感じ？なんかインスタでね、ダイレクトメッセージ送ってみたいな、出会ってみたいな感じ。意外、超意外、そんな聞いたことないんですよ。なんていうか、Tinder とかそういう、あ、もちろん多分、そういうのもあるかも。ああ、なんか今インスタってすごいんだよね、なんかね、 LINE と同じぐらい通話もできるし。あ、そう言っちゃえばなんか、そのショートをすぐ上げれるしとかあるんで、多分インスタが若者の間では今結構そういう。オーケー、インスタだ。なんと今日はスペシャルゲスト、ゆりこたいがです。どうもー、こんにちは。自己紹介でいいよ、どうぞどうぞ。イタリア出身のコスプレアートタレント、ゆりこたいがと申します。よろしくお願いします。今日聞いたのは、まず
このコロナの世界の中で、人と出会う、まあ、もしくは恋愛とか難しくなったかどうか、なんか変わった人と出会いとか。怖いよね。なんか、自分はそんなにでもないなんですけど、結構前よりは出会いがすごく難しくて、で、今、アプリとかの方がみんな使ってるなんですけど、ネットで友達がいっぱい作ったんですけど、実際は今カフェとか行くともう一人、ほぼほぼ一人、一人だよね、とな感じもするし、で、なかなか友達がいても声をかけづらい。だから昔の日本人の友達も本当に年ぶりぐらい会ってないです。なんかコロナが終わったらいつ終わるのかなって。あと、まあ、ちょっとだけなんか外国人の方がちょっと怖いってな感じはする。あ、なんででしょう。なんか前よりは、まあ、やっぱりマスクとかもなかったから、結構なんか笑顔で笑顔のしてもらって、もう普通に挨拶したら、やーってな感じだったんだけど、結構コロナが始まったらなんか外国人に関してはちょっとこう怖い。なんか怖がってきたんですよね。どういったところが怖いかな。もしかして最近リョウコとかしたのってな感じで、外国から来てるのってな感じで、あれちょっとなんか席の名が変わった。そう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 、それだけはちょっとショックだなって思いました。なんか電車隣に人が座った？座ってくれないね。座ってくれないよね。なんかたまにわかる。座って目で会って、あ、外国人さんだって、うん、ボタちゃん。そうそうそう。隣にいちゃうんですよ。それ私もそれされた。なんかね、隣に座って、あ、外国人だって立ち上がって違うところへ行く人。そうですよね。今年去年からはこういうことがすっごく増えた。前はまだちょっとレアだったんだけど、逆になんかたまにおじいちゃんとかおばあちゃんから道に声をかけてくれて、どこから来てるんですかってすごい優しくて声をいただいたんですけど、今は逆に本当目合っちゃうと怖、なんかちょっと怖い目してるから、あーってなんかもうずっともうキャップでもう何もいられないように。もう本当に私たちがちゃんとしてるからね。そうですよね。それ分かってほしい。うん。Did you expect the couples to be this careful when dating here in Japan? Literally thinking of every angle, being sure or making sure that they don't annoy anyone, that they not catch it, and that they don't give it to someone else. How careful were couples in your country when the pandemic was full on, which is...might still be in your country, actually. So let us know about that one in the comments down below. And these couples were obviously, we had foreign couples, we had Japanese people here in Japan and different situations. So your country might be completely different. So let us know in the comments down below. Also, thank you so much one more time for everyone who decided to become a member and support us that bit extra. It really makes a big change for us here in Japan. I appreciate all of you. And if you haven't already subscribed, you should. You're missing out.And check out this video for more stuff from Japan.